センチュリーシリーズ。手前から時計回りに、XF-104,F-100、F-102,F-101,XF-105 センチュリーシリーズは1950年代に開発されたアメリカ空軍の戦闘機軍。ノースアメリカン社の F-100 スーパーセーバーから始まる、正式名称が F-100 番台のものを、センチュリーシリーズという。 世界初の実用超音速戦闘機が100というきりのいい型番になり、続く機体も皆超音速機となったことから、この名で呼ばれるようになった。基本的には実用化された F-100 から F-106 までの6機種を指し、100番台でも試作、計画止まりの XF-103、F-107、XF-108、 F-109 を含むことは稀だが、さらにごく稀に F-110 以降もセンチュリーシリーズに加えられている場合もある。この型番の付与は意図的なものという説がある。スーパーセーバーを100番にするために F-95 から F-99 はことごとく解明されており、初の超音速戦闘機を霧のいい F-100 に割り当てたくて、 無意に型番を消費させたのではないかという疑惑はまことしやかに語られている。一般にセンチュリーシリーズと呼ばれるのは以下の6機である。以下の機体は100番台ではあるが通常センチュリーシリーズに含まない。110番台をセンチュリーシリーズに含めることは稀である。なお、110番台はアメリカ空軍及び海軍が評価、研究用及びアグレッサー部隊にて 限定的に運用しているミック -21 及び、戦撃7型、スマイナス22、ミック -23、ミック -17 など、ロシア製、中国製の戦闘機に設定していたとも言われる。ありがとうございます。